ワシントン軍はアメリカ合衆国アラバマ州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は17,581人であり、2000年の18,097人から2.9%減少した。軍庁所在地はチャトム市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名は初代アメリカ合衆国大統領。 ジョージ・ワシントンにちなんで名付けられた。基本的にアルコール飲料の販売が禁止されているドライ軍である。ワシントン軍となった地域には昔から先住民族が住んでいた。ヨーロッパ系交易業者入ってきた時には直東族インディアン、後にはクリーク族が住んでおり、彼らは侵入してくるヨーロッパ系開拓者によってジョージア州から南西に追い出されていた。 ヨーロッパ系アメリカ人開拓者が1800年6月4日のミシシッピ準州知事ウィンスロップ、サージェントの宣言によりトンビックビーチ区にワシントン軍を組織化した。アラバマ州では最古の軍であり大半はアメリカ独立戦争の後でアメリカ合衆国南東部から西に移動してきた人々によって開拓された。軍内には アラバマ淳州最初の州都であるセントスティーブンスがある。またアーロンバーガー、反逆罪の訴追から逃れている時の1807年に、軍内ウェイクフィールドで捕まった。1830年代、直東族とクリーク族の大半は、ミシシッピ側の西にあるインディアン淳州に強制移住させられたが、中にはこの地域に残ることを選択した者も,もおり、州民となった。白人が、 黒人として分類される、その他すべての有色人と白人の人間文化を押し付ける中で、インディアンはその文化を維持するために戦った。1979年、直闘族インディアンモアバンドをアラバマ州が認知した。この人々は、モービル軍とワシントン軍の軍境地域に集中している。南北戦争の百六十三年、成人男性の四分の三以上が、 南軍に従軍していた。当時、ある子供の集団が故郷の民兵隊として奉仕できるよう、アメリカ連合国政府に徴兵を行わないよう、請願した。この請願では男性が可能性ある奴隷放棄に対して守る必要があると訴えていた。軍内には数多くの奴隷を抱える多くのプランテーションがあった。ワシントン軍は1979年の ハリケーンフレデリックで被害を受けた時に、災害被災地域を宣言された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1082.31平方マイルであり、このうち陸地線80.66平方マイル、水域は7.89平方マイルで、水域率は0.72%である。トンビックビー側が、軍の東側軍境になっている。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ワシントン軍教育学区には次の学校が入っている。軍内にはアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定される3つの建物がある。マッキントッシュ市のアンドリューズ礼拝堂、セントスティーブンスにある元ワシントン軍庁舎と旧セントスティーブンス史跡である。ワシントン郡博物館がチャトム市にある。 ありがとうございます。